まあ、その君がギターを持ってるっていうこと自体がね、ええ、そのだから例えばいくら志村けんやみんなのリクエストがあるとはいえ、はい、そこはギター持ち込んでいい店なのか。持ち込み禁止って書いてないですよ。だけど他のお客さんもいるじゃないかな。他のお客さんがでももうそういう時間は今やせんでしたもんね。そうですよ。そうか、最近ねあの店ね土曜日になるとね、うん、あのなんかミュージシャンがね、うん、ギター弾いて歌ってるんですよ。あ、そうなんですか。ショータイムみたいなことやってんですよ。あ、そういうことだ。最近は。ライブやってんだ。ライブやってますね。あ、そうなんだ。そうなんですか。行っちゃいましょうか、じゃあ。行っちゃいましょうか。本当に。ライブ行っちゃいましょうよ。誰だろう。ビートルズやってますよ。いつも。やってんですか。大体。じゃあ、志村さんバッチリじゃないですか。そういう店なんだ。まさか。志村けんさんはだってビートルズ大好きですもんね。好きですね。あの、ライブ、高校2年の時に学校休んで、あの、見行きましたからね。武道館行ったんだね。行ったんですよ。まだドリフターズの前ですよね。そうです。高校2年です。まず高校2年ですからね。うん、そうだね。そうです。あの時なんか、カセットで撮ってきたって。カバンの奥にカセット、撮っちゃいけないんで撮ったんですけど、もう何にも入ってなかった。ただベースが、って。そばで女の子が、バーレーバーレーとか。何のライブだかわかんないあの頃、あれでもすごい音響悪かったですもんね。悪かったな、めちゃくちゃ。そうですよ。こう歌とか聞こえないんだよね。ほとんど聞こえないですもんね。その頃カセットあったんですか？なんとか借りたんですよ。こ、ね、のくらいの小さいカバンに入るやつは。だって66年ですからね、1966年ですもんね。ああ。まだまだ。あのビートルズの時ドリフターズ出演してるんでしょ？ 1 回だけですよね。1日全座やってましたね。1回だけ全座やってましたね。それもなんかすぐ1分ぐらい。もう1分ぐらいですね。どういう組み合わせだろうね。なんでドリフターズだったんでしょうね。わかんないね。いろんなでもグループさんの方が。司会内田祐也かなんかが。いや、エリックさんです。あ、イエチエリックさん。エリックさん。エリックさん出ただけでも外人だからわーってなってね。もう外人じゃわーって。外国人に弱い。弱かったぞ。向こうのバンドボーイみたいな外人が出てたらわーって。イエチエリックものすごい燃えたんだね。燃えちゃったんですか。なんだ俺こんなに人気あったのかな。すごいだろうな。外人だっちゃだけで。日本語喋ってんのにな。そうか。ライブ自体どうだったんですか、ビートルズのライブって。もうあっという間でしたね。40分ぐらいしかやらないんですよ。そうですね。確かに40分ね。テレビでもやったよね、あれ。やりましたね。もう夢中、あっという間に終わっちゃったんですけど。でも気になったのは、ポール・マッカーティル、マイクがいつもこう、ぐーっと回って、ちゃんとしとけよみたいなのがありましたね。ガムテでもいいのにみたいな。そうだな。ってなかった。あの時代ガムテープなかったんですよ。舞台がね、揺れてるんじゃないですか、あれ。揺れてね。マイクが歪んでいくんだよね、こう、歌ってると。そうそうそう。何度もこの直しながらやったけど。あったね。あ、じゃあちょうどその時だったんですね、ですね。で、アンコール一切ないですもんね。そうですよ、ね。あ、そうそうそう。じゃあもうジャックにいて、ブーンってのが帰っちゃうんですもんね。ああ。かっこいいな。それがまたかっこいいなと思ったんですけど。なるほど。その時音楽やってたんですか、志村さんご自身。一応あの、高校時代の仲間とか、中学校の仲間と、軽くギター程度はやってましたね。ええ。それはやっぱりビートルズやったりとか、ベンチャーズやったりとか。一応ビートルズやったんですけども、で、一応何人かで、で、歌ったんですけどね。一回だけあの、ビアホールでバイトしようよかって言って、ビアガーデン行ったんですよ。ただ一応 OK になったんですけど、で、一日目やったら、お前ら歌うるせえって。僕のその頃みんな演奏が多いんですよ。そうだよね。インストゥルメンタルなんで。ベンチャーズだから。そうなんですよ。一日じゃないですよね。歌うるさい。歌うるせえお前ら。偶然俺たちも広島でね、ビアガーデン出演したらね、マイク切られちゃったんだよ。言わんなすまなはんとかやってたらさ、ボーカルマイク電源落とされて、演奏だけで、エレキの演奏に生声で歌ってた声からしながら、はぁーとか言って。ビアガーデンでだから歌合わないってことですよね。ビアガーデンに合わないよね。いわゆる BGM に。ビアガーデン、ハワイアンだよね、ビアガーデンはだいたいどっちか。ハワイアンですか。あの、そういう、あの、ムードのあるもんじゃないから、ビアガーデンでロックいう歌。セスタンでシャツ使っちゃうんですよ。セスタンシャツ嫌だよね。シモンさんリードボーカルだったんですか、その時は。いや、僕はギター。あ、ギターだよ。あとドラムをたまにやったり。あ、そうなんだ。ドラムもやってたんだ。今は三味線ですか？今は津軽三味線ですね。この間見たテレビで。すごい、あれ本格派なんだ。一応もう6、7年目ですかね。ああいう、なんかにこう、はまり込んでいくタイプかな、やっぱり。もうギターだともう、だって所詮叶わないっていうあるし、でもなんか津軽三味線ってなんかこう、哀愁というかなんかすごい好きになっちゃって。で、またちょっと難しいんですよね。で、あがつまくんっていうのは僕先生なんですけど。あがつま。もう、目の前でやって、あれ、マンツーマンでこう教わるんですよ。でも逆じゃないですか、教わってんのが。それで、でも何この難しい、何今、どの指やってんの
弦はどれ ?3 本しかないのに。それで夢中になっちゃったんですよ。津軽三味線ですよ。テレビで見ましたよ。太棹ですよね。ええ。すごいお客さんの前でやってましたよ、志村さん。あんまりいないですよ、津軽三味線やってる人。いやー、それもやっぱビートルズ少年だったっていうのがすごいな。うん、その時代を象徴してる感じだね。